世界の街角でゲリラ的に風刺画を描くことで知られるバンクシー。今年1月には都内でバンクシーが描いた可能性が高いネズミの絵も見つかりました。去年10月のオークションではおよそ1億5500万円の値がついた代表作風船と少女。しかしまるで芸術作品の高額取引に抗議するかのような行動を見せてきたバンクシーの新たな一点が、なんとバンクシーが作品のオンラインショップを開いたということで、そのサイトを見てみるとこちらに富裕層のコレクターはこの購入するための登録を控えてくださいと書いてあります。今月28日まで期間限定のオンラインショップを開設。およそ1400円のマグカップ、4200円ほどの T シャツなど、億単位で作品が取引されるアーティストとしてはありえないお手頃プライス。そして中にはあの裁断されてしまった絵画をモチーフにした T シャツや警察のヘルメットを使った照明、投げつけるのに最適と書かれたレンガのバッグや、すでに被弾した防弾ベストなどバンクシーらしい作品も。その気になる購入方法ですが、カートに入れるあたりは本当にオンラインショップと一緒ですね。進めると下までスクロールをすると、このように質問に答えるフォームが出てきます。 Why というところに斜線が入っているのは気になるのですが、 Why does art matter? あなたにとって芸術とはどれほど大切なものでしょうか。これに答えないと買わせてもらえないとのことで、なかなかバンクシーらしい演出ですね。作品は誰でも購入できるというわけではなく、抽選に加え質問の答えを吟味して決定するということです。